アルディッティ言楽始終相談は、国際的に著名な言楽始終相談。1974年に、当時まだ王立音楽院の学生であったアーヴィン、アルディッティによって創設された。とりわけ20世紀音楽に特化したレパートリーによって、国際的に著名。ハディソン・バート・イッスルや、ジョン・ケージ、エディオット・カーター、ブライアン・ファーニホーソフィア・グバイド・ウリナ、 ジェル・ジリゲティ、コンロン・ランカロー、カール・ハインツ・シュトックハウゼン、ボルフガン・グリーム、ボグスワフ、セッフェル、ヤニス・クセナキスらの新作を初演している。アルディッティ原学史重奏団による一色作品も少なくない。録音数も数多く、シェーン・ベルクやウェーベルン、ベルクによる原学史重奏のための全作品も録音している。アルディッティ史重奏団は、 以下のように団員の顔ぶれが激しく移り変わってきた。このため同じ作曲家の作品の演奏や録音でも時期によって解釈に微妙な変化が現れることになる。創設者のアイ・アルディッティと並んでアルディッティ死獣相談の顔と呼ばれ続けたチェリストのデサラムは2005年に同始終相談を優退し、創設者の他に同カルテットの歴史を歩んできた者は全ていなくなった。 アルディッティシ重相談は、現代作品に、レパートリーの焦点を絞っているという点において、米国のクロノスカルテットと並び称される存在である。しかしアルディッティシ重相談は、現代音楽のうち、前衛音楽や、実験音楽と呼ばれる作品にのみ関心を寄せており、レパートリーは一部を除いて、ヨーロッパの音楽が中心を占めている。例えば、クロノスカルテットと違って、 米国のアカデミズム系の現代音楽やミニマリズムの諸作品、第三世界の音楽などには全く興味を示していなかった。現在ではヨーロッパに学んだアジアや中南米出身の作曲家の作品も好んで取り上げる。新民楽派の作品の解釈にも独自性が見られる。ラサール弦楽史重相談やアルバンベルク弦楽史重相談による先行の音源と比較すると、 アルディッティシ重相談の演奏は、新ウィーン学派を20世紀初頭のウィーンの文化風土の中で捉えることより、むしろ多性的、線的な楽曲構成に主眼を置いている。このため、マーラー風のポルタメントやグリッサンドを、例えば、アルバンベルク市重相談の9録音が、強調気味に演奏し、濃密な表情付けを試みたのに対して、アルディッティシ重相談はこれら特殊奏法を、 あくまで装飾の一つとしてあっさりと流している。アルディッティ始終相談によるこのような新ウィーン学派の解釈はアルバンベルク始終相談の新録音も含めて現代の様々な弦楽始終相談に新たな掲示をもたらしたが結果的に新ウィーン学派と高キロマン派音楽との接点を断ち切ってしまった感も否めない。現在では たびたびの団員の交代と長い演奏経験から来る演塾、南極思考の交代によって、かつてのような鋭い演奏様式は消え、代わりに叙情的な丸みを帯びてきている。ありがとうございます。